えー、お持ちでございます。うん、一石、お付き合いを願おうかなと、うん。お付き合いと申しましても、キネで付き合おうってんじゃないんですよ。<laughs> お持ちの話を聞いていただこうと、うん、こういう趣でございます。 我々お持ちをやっておりますと日頃何かと不便なことございますな。はあ、家電量販店なんかで買い物しますとポイントカードはお持ちではないですよね。<laughs> コインパーキングの自動生産機なんかがねサービス券をお持ちの方は。 矢印の方向に入れてください私はお持ちの方ですから矢印の方向に入れていいんだなって思うわけですよところがね <laughs> お持ちでない方は現金またはカードで生算してください私は何で生算すればいいのかじゃあお持ちでない方っていのは一体誰なんだとね。ご飯なのかパンなのか で領収書ボタンを押したらただいま発行しておりますあ、パンをこれから焼こうってのかも、えー、ちネタでございますネタベタでございます、えー、まああの金払いの話をいたしましたけれどもいつの世にも身を持ち崩してしまう者はいるようでしてどうした持ち好き久しぶりじゃねえか 借金取りに乗してた畳まれたかと思ったぜいやいや、そんな俺にもよやっと月が回ってきたんだよお、温度かい、えー、俺たちお餅には月が月ものだからな、あ、そいつはいい <laughs> で、いってどんなうまい話だいああ、その話を進めるためについてはちょっとばかり用立ててもらえてんだがななんだよ結局せびるのかい、えー、持ち逃げするんじゃないだろうね おいおい信用されてねえなよし餅ちも返せなかったら焼くなり煮るなり好きにしろい,お,いおっとお煮るなら関東風の雑煮にしてくれよ江戸っ子だからな <laughs> あ分かった分かった俺ら今あいにく持ち合わせこれだけだあすまねえな助かったよお前はさすが餅の鏡だね鏡餅だね鏡餅じゃないよ四角い切り餅だよんで 何に使うんだい画材だよ画材ああ、いや俺は自分の芸術家の才能に気がついたんだ芸術家やめとけ、やめとけ持ちは持ち屋だよ <laughs> まあ、見てくれよどうだい自画像だうまいもんだろ何にも書いてねえように見えるかなお、あ、その通りよ俺の顔はただの白い四角 だから何も書いてねえんだよリアルだろへりくつ言うんじゃないよ悪い方言わない芸術家なんでやめときな自画像がどんなに上手に描けたって所詮絵に描いた餅だ <laughs> 度々突き立てお持ちでございます、uh, もう一席持ちこたえていただこうかなと、uh, そういう趣でございます。昔からいい男ってのはこう気持ちがよくて力持ちでいい女ってのは持ち肌で身持ちが硬くてなんて持ちますが、uh, 最近は男も女も粘り強さが足りませんな、uh. まあお持ちの気持ちとしましては 相手がお金持ちならば持ち前の太鼓持ちを発揮していくらでも持ち上げるんですけども <laughs> その点今日のお客様はいい男いい女揃いで持ちだけに今日はついてる <laughs> なん持ち <laughs> にもいろいろありますが西は丸持ちで東は角持ちだそうでございますなこの由来には諸説あるようですが そのうちの一つにこんなのがありまして江戸から京都に餅を運んでいたときに誤って2回も落としてしまったそうです土がついては叱られるとその度に周りを削ってごまかした結果四角い餅が丸くなったそうでございます最初に落とした場所は静岡の中田島砂丘その砂のついた餅にちなんで生まれたのがきな粉がついた安倍川餅 二度目に落としてしまったのが三重県は伊勢神宮の前を流れる伊鈴川この河原の泥がついた餅にちなんだのが名物赤福だそうでございます嘘でございます <laughs> 餅をつかずに嘘をついてしまいました申し訳ありませんまあ餅だけに薄々気づいてた方もいらっしゃるかもしれません <laughs>、えー、西の丸餅と 東の各餅両家は対立しておりました丸餅家の一人娘お丸は縁談を持ちかけられていましたほらお丸見てごらんなさいこちらお相手の赤福藩どうない思いますお父さんうんあんこがこってり塗りたくられはって立派なお方やないか <laughs> お父様お母様ごめんなさい 私には思いを寄せているお方が何もりりり？もちりりりんもちりりりりんガチャはいもちもちあのおま丸さんはご在宅でしょうかどちらさんですかな東京の角餅角ぬしんと申しますガチャぷぷぷもち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 は おまる、まさかお前が思いを寄せてる相手というのははい、角餅家の一人息子、格の神様でございます二人は禁断の恋に落ちてしまったのでございます格の神様、おまるさん、私たし縁断を持ちかけられているのえ角、え、の神様、もしかして焼き餅を焼いてくださっているのですね うういや自分はその嬉しいおおおまるさんあまりくっつかないでください膨らんでしまいます <laughs> あらいいではありませんかおもちですものベタベタしたいわ <laughs> そのころま家では切り餅の話題でもち切りでございましたあんな角ばったビニール袋に小分けになってるような角餅にうちの娘はやれん。 ほんまですよお父さん最近じゃピザの上に乗ってるやつもいるらしいですよ西洋かぶれが <laughs> 一方その頃格角持家では「おい角之進丸持家の娘との交際は断じて許さんぞ餅とて少々伸び伸び育てすぎたようだなそもそもあの丸持ってのは何なんだぼってりとだらしない」。 あんな丸まった奴らに丸め込まれてたまるかビシッと稼働出せ稼働！両家は大喧嘩ですしかしさすがはお持ちな二人互いの両親を粘り強く説得しましたあんなに固くなっていたああいや固くなだった丸餅家の父親も そうかそうか分かったよオマル。大したモチベーションだ。<laughs> と話を聞き入れ、次第に両家の話し合いは和解へと持ち込まれました。<laughs> 持ちと持ち、持ちつ持たれつ。互いの持ち場を持ち回りで。足りないところは持ち寄り合。 おまるが選んだお餅ださぞ良いお餅なのだろうで角野の進君くんの味付けはあんこかねきなこかね何も飾らないのが彼のいいところなのなるほどそれが餅味か <laughs> ありがとうございますありがとうございますありがとうございます お持ちの方のサービスケアをね受付でお持ちください。またのお越しをお持ち申し上げております。<laughs> 師匠お疲れ様でした。おしぼりをお持ちしました。お持ちの方です。本当にお持ちの方です。お俺ぜえ！お前ら伸び悩んでるぞ。<laughs> <laughs>